KCAT は、かつて、大阪府堺市に本社を置き、ゲームセンターを運営していた企業とそのブランド名。なお、平方市、八幡市都成課長、京田辺市をまたぐ京阪東ローズタウンを、サービスエリアとして運営していた、ケーブルテレビ局の KCAT とは、資本、人材とも関係がない。1997年10月に、資本金5000万円で設立し、 1998年2月に第1号店となる柏原店を開店。2000年11月に株式会社に改装。キロカットの名称で、主に京阪神地域を中心としたロードサイドや大型商業施設に店舗を展開し、2007年には3月と9月の2回に、渡り、還元会社を九州合併し、延べ12店舗に拡大。 売上高約40億円をマークした。しかし、携帯電話のアプリによるゲームソフトの提供やレジャーの多様化などから経営が低迷し、消費税負担などが重なって資金繰りが悪化。さらに、2013年2月期は、減価消却負担の影響もあり、約2億円近い赤字を計上したほか、2014年2月期の売上高も約24億円に低迷。 経営危機に立たされた。このため、2013年と2014年に12店中、大津店と京都南店の2店舗を閉鎖し、2014年4月から2017年3月までの3年間の計画で、中小企業再生支援協議会の支援を得て、返済猶予処置を受けて、財務体質の改善を図っていたが、依然として、業績回復の傾向には至らず、 資金繰りも限界になっていたことから、有余期間途中の2015年1月25日に、全10店舗を閉鎖して、事業停止。同年1月29日に、大阪地方裁判所から、破産手続き開始決定を受けた。負債額は、約16億円。そして2017年9月8日に、法人格が消滅した。半海仙台商路停留場宿院。 停留場間にあった本社ビルは、破産手続き開始後に売却、解体され、本社跡地は2019年現在は駐車場となっている。最後まで営業していた10店舗のうち、5店舗の跡地は同業者が引き継ぎ、鈴鹿店、草津店、加古川店、ツインゲート店の4店は、岡山市に本社を置く、アミパラが2015年7月から2016年4月にかけて、 アミパラの店舗として再オープンしたほか、イオンタウン岩田店も長野市に本社を置くやず、アミューズメントが2016年3月にやずの店舗として再オープンしている。RRB、KCAT がそれぞれ破産へ、ゲームマシン2015年2月15日号。大型倒産速報 KCAT、東京商工リサーチ2015年1月26日、追放、KCAT、 破産手続き開始決定 JC ネット2015年2月10日。ありがとうございます。